そっち。はい、今日はですね、静岡市葵区の高城に来ています、はい、静岡県中部エリアの観光の活性に取り組んでいる駿河企画観光局がですね、立ち上げた茶氷プロジェクト、先週わさびでもご紹介ありましたよね、うん、はい、そんな静岡茶の魅力をかき氷という形でたくさんの方に親しんでいただきたいという思いで2018年からスタートしているこの企画なんですけれども、うん、今年で4年目なんですって、うん、で今年は過去最多71店舗が参加しているということでですね、今日はその参加店の一つ、静岡市葵区高城にあります茶頭にお邪魔しています、うん、茶頭さんなんですけど、先月にもですね、お邪魔させていただいたんですが、お二人覚えていらっしゃいますか？茶頭の頭は十って書いて、そうです、そうです、茶頭ですね、CHA10 ですね、うん、の茶頭さんなんですけれども、うん、はい、今日お話伺うのはオーナーの中野目のり子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのお店、私ちょっと初めてお邪魔したんですが、エメラルドブルーとグレーのすごいシックな店内で、ちょっとブルックリンに来てしまったような、ちょっと異空間なんですけれども。ブルックリン行ったことあんの？イメージです。イメージかい。イメージです。なんかブルックリンっておしゃれなイメージありませんか？どこにあんのか知らんしね俺。いや、どこって言われたら私も分かんないんですけど。そんなイメージのとってもおしゃれな店内なんですが、改めまして茶頭さん、どんなお店か教えてください。はい、2017年11月にオープンしました、体に優しい新感覚のお茶とから、体に優しい卵やミルク、乳製品、白いお砂糖を使っていないスイーツが楽しめるカフェです、うん、いや、なんか中野目さん本当にとってもスタイリッシュでですね、モデルさんみたいな体型されてるんですけど、やっぱりそこもあれなんですかね、ここの美味しいものを食べてらっしゃるからその体型保たれてるんですか？お茶のおかげだと思ってます。本当ですか？お茶すごいですね。そんな茶頭さんなんですが、茶氷プロジェクト、初年度の2018年から毎年を参加をされているということなんですけれども、はい、今年はいかがですか？そうですね、もう毎年ファンが増えて、なんか今年のお抹茶氷も期待してきたよみたいな感じで、で外してないよとか言われると、はい、ガッツポーズな感じ。なんかコロナ前はどんな感じだったんですか？もうこの時間から観光の方がもう各地からいらっしゃって、はい、それこそ韓国とか海外の方も多かったですね。そう、9時からやってらっしゃるということでね、もうなんか朝一かき氷、茶氷を食べてちょっとこうリフレッシュして外に出ていくって方もいらっしゃるんじゃないですかね。そうですね、かき氷のなんていうんですか、はしごをされる方が、うん、まずここで食べて作戦会議して、次はどこ行くみたいな、お話をされてて、すごい、かき氷たくさん食べるってすごいですね。そうですね、でもお茶なのでそれ食べれちゃいますね、確かに、はい、いや、ちなみに今年の茶氷はどんなものが食べられるんですか？そうですね、2種類の川根のオーガニック抹茶を、入れまして、はい、で、中に黒ごま塩きなこソースというのが入っていて、ミネラルも、うん、補充できるようになってます。私も実は先ほどいただいたんですが、黒ごま塩きなこソースだったんですか、あれは。はい、なんかそう、食べ進めていくと、一番上のところの層はですね、かなり苦いお抹茶で、うん、こんな苦いお抹茶のかき氷食べれることってなかなかないので、すごい嬉しかったんですけど、進めていくと中にこうプチプチしたすごい香ばしいごまの風味が出てきたんですが、ここに一緒にきな粉の味が入っていることに全く気がつかなかったです。すっごい美味しくてですね、その後ももうなんかちょっとこう口の中に残ってるごまがあまりに美味しくて、プチプチまだ今でもちょっとずつ時々弾けて美味しいです。ありがとうございます。ちなみにもう一つのお味はどんなお味なんですか？こちらの方は濃厚ほうじ茶氷といって、はい、静岡県のオーガニックのほうじ茶を使った、かき氷になってます。ほうじ茶もいいですね。絶対美味しい。お客さんはどんな方がいらっしゃってますか？最近だとコロナになってからは年配の方とか地元の方が増えましたね、うん、そうなんですね。なんかすごい素敵だなと思ったのが、お店の前のところ全開にできちゃうんですよね。なのでちょっとこうかき氷食べて涼しくなったりしても、こう外の空気感じることができたり、またこの時期ね、換気もすごくいいので、とても安心だなと思いました。そうですね、窓が全開しますので、はい、ここよく開けられるんですか？あ、はい、
もうお客様が増えた時には開けますよって言って全開して、ちょっとみんな特に男性が、おーみたいな、なんか業祭みたいだねとか言ってテンション上げて喜んで、ちょっとなんかあの迷い込んだみたいな感じありますよね。さっき開けちょっと開けていただいたんですけどね、本当全自動で上にウィーンってあの扉が上がっていく、ちょっとこれもぜひ見物だなっていう気がすごいします、はい、ということでですね、今日は茶道のオーナー中野目のり子さんにお話を伺いまして、あのぜひね皆さんこう静岡で茶氷がどん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 広まっていっていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。茶道さんね、まあしかし思うけどやっぱり茶氷ってのはあの甘々系のシロップ、いちごとかメロンとかじゃなとは違って、はい、トッピングどんなものも合うっていう良さはあるなと思います ね。 そうですね、確かにね。はい、今日のキャストドライバー秋田幸香でした。